オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。 AKB48 の柏木由紀です。この度オリコン週間シングルランキングでカラコンウィンクが1位をいただいたということで、本当にありがとうございます。私にとっても大切な曲なので、たくさんの方に聴いていただけて本当に嬉しいです。今回のカラコンウィンクは、私が AKB48 に17年間、在籍して初めて単独センターを務めさせていただいた曲で、そして AKB として参加する最後のシングルということで、とても、思い入れのある曲なので、1位という順位をいただけて、そしてたくさんの方に聴いていただけたこと、本当に嬉しく思います。今回のカラコンウィンクで50作連続1位ということで、ずっと一作目からいたんですけども、あまり本当にピンとこないぐらいすごい、ありがたいことだなと思うんですけども、特にやっぱり印象に残っているのは、初めて1位をいただけたリバー。この曲がやっぱりこう AKB にとってすごく勝負の曲だなっていうのをすごく、2009年に感じていたのを今も覚えています。そこから50作連続1位をいただけて本当に嬉しいです。今回のカラコンウィンクは、私が参加する最後の曲ということで、 MV にもすごくこう私の意見をたくさん取り入れていただけて、こう今の AKB のメンバーの可愛さだったり仲の良さだったり関係性がこう作品を見た時に AKB のことを好きな人にもそうじゃない人にも伝わるような作品になったらいいなと思って、いろんな意見を出したので、撮影中もみんなでワイワイ仲良く楽しく撮影できたかなと。ただ本当に寒かったので、冬、真冬、このスケスケの衣装で寒い中みんなで頑張って踊って撮影したのも今となってはいい思い出です。今回の AKB48 の新曲カラコンインクは、本当にあの頃の AKB をアップデートしたような、今の AKB にしか歌えない、本当に私にとっても大好きな一曲に仕上がりました。私が卒業してもぜひぜひ AKB のメンバーにずっと歌っていってほしいなと思いますし、たくさんの方にずっと聴いてもらえるような、そんな曲になったら嬉しいなと思います。